おはようございます。速稼塾の久保です。例の DOC の森喜朗さんですよね。森喜朗さんが謝罪撤回をしたんだけども、まあね、その後も議論が鳴りやまずに辞任ということになりました。まあそうなるとですね、森さんをいじめすぎたんじゃないかって人がね、ポチポチ出てくるわけですよね。だからあれは森さんがやんやんやんやられてる時に出てくればまだ良かったんですけども、森さんがああいう目にあってから急にですね、擁護するような意見が出てくるってのもどういうものかなと、なんか不気味さを私は感じるんですけども、あとね、私が率直に思ったのは、森さんがあの発言をした時に同席された方からも批判が出ていたっていうことで、別にその切り取り報道でも何でもなくって、前後の文脈を考えてもあれは言うべきではなかったんだよねっていうことが伺えるんですけども、一体何なんですかね。でも基本的に嫌われていればこういうことになっちゃうんですかね。確かにね、切り取りしかないんですよ、報道ってのは。だってその人の24時間とか性格とか10年20年50年を全部総括してこの言葉になったんだよって分かってる人はいいですよ。それは分かってる人はそんなにね、悪い意味はなかったんだよってのは分かると思いますけども、私たち一般人は限られた情報で判断するしかないんで、だからね、後から指さして、いや、こういうところ知らなかったからそういうこと言ってるんでしょって言われても、確かに知らなければこういうこと言いますよって話になっちゃうんでね。でもなんとなくね、これとはちょっと違うかもしれませんけども、一人の人をね、めった打ちにするっていうのはあんまりよろしくないかなと思いますけども、けどやっぱりね、オリンピックの代表とか、国の代表とか権力を持つと袋叩きに遭うってことも、覚悟の上なのかなと思いますよね。だからそれが証拠にですね、多分これ森さんが退陣した後はもう叩かれないような気がするんですよね。普通の民間人となって、でオリンピックについてわーわー言ったりとかね、政治とか国際問題についてわーわー言うことについては特に批判は浴びないのかなと思うんですよ。だからやっぱ人っていうのは権力を持つと持った人も変わるし、持たれた方も変わるかなっていうことなんでしょうかね、やっぱりね。さまざまな意見がありますけども、全部が見えてなければそれはね、全部が見えてる人と違った意見になりますよね。だから知らないからそう言うんだろうみたいなのは、それはまたなんか妙な意見かなと思っちゃうんですよね。知りうる限りで判断しうる自分の解析力で何がしかを肯定したり否定したり、それが人ってものかなと思うんですよね。でその批判を浴びる、いわゆる山の上に立てばいろんな方向から矢が飛んでくるんですよね。それがね、やっぱりこう受け入れがたければどっか隠れてるしかないし、ただやっぱり勝ち馬に乗ったように、この人はいじめてもいいんだっていう風にその風潮に乗っかって後追いで、意地悪言うのは、それはやっぱり感心しないかなって気がしますね。皆さんどういう風に思われたですかね。いや私はね、森さんが辞めた後の次の方も84歳でしょ、もうちょっとなんか若くて元気な人がやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどもね。どうですかね、もう完全に現役を離れて権力と人脈だけでやってる人ってのは現場から随分離れちゃうような気がするんですけどね。かといって現役の人がやるわけもいかないしね。どういうことになるんでしょうか。オリンピックは私は興味ないですね。興味ないし、なくても全く困らないと。むしろあった方がいろいろとねあってもいいか、話題になるんで、様々でございますね。ということで今日は三井住友 NS カード、ナンバーレスカードが来ました、これはなんかいいみたいですよ。で A8 ネットで頼むと1万500円もらえてカードが送られてくると。でカードも何も書いてない、ほらナンバー書いてないでしょ。裏に私署名しましたけどもね。これはなんかすごいいいですね。でアプリと連携させてます。そういう風な案内も入ってましたんでね。ちなみに今日ビットコイン500万円、そしてカルダノエダ100万円ということで、100万円じゃないや、100円か100円ですね。また1ドル突破するかもしれないですね。カルダのぶっ飛ばせ